マグネット、中国のチャイナのスペースはどこ？フェアイズ、フェアイズレース。上海。上海。あ、上海。何だっけ？あ。もう風は大丈夫？はい、頑張って。3分、3分。はい、3分、3分。リラックス。イージー、イージー。岡本さん、俺があれよね、ウィー&アレックスイズとか言ったらわざわざアーとか直すよね。ああ、確かになと思って。うん、イズ、うん、アーは 2人以上だよね。ああ、確かにそうだなと思って。ほんと嫌みくせえなと思って。わざ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 言い直すんだお前な。なあ、そこで英語習得しようとしてるんですよ。はい、なんだっけな、さっき覚えたんだよな、スワヒリ語で大丈夫心配いらない。あったあった。違う、なんだっけな、ヒポポタマスじゃなくてそれカバだ。オッケー、いきます、よーい、はい。今日昼過ぎの便で、上海に行きます。ダイヤモンドリーグに出発します。先日風邪をひいてしまってちゃんとした練習が積み重ねられなかったですけど、とりあえずダイヤモンドリーグ、駒ヶ谷との戦いは今季のダイヤモンドリーグの初戦になります。日程とかないんですけど、ダイヤモンドリーグなんでちょっと風明けはかなりきついんじゃないかなと思います。ケニア人の女子としては非常に膝が上がる走りなので、そして前傾になりすぎない走りが非常に特徴的な走りです。腕振りがちょっと横に流れちゃうのが、あれがまっすぐ振れるようになると多分ロングスパートというかスパート、ショートスパートもすごくいいんじゃないかなと思います。課題は常にラスト200、ラスト100の突発的なスパートが課題です。それがないと世界では戦えないので、そこが一番のポイントになってきますが、まあ、今日は調整なのでそこは求めないでいきます。右手の腕振りがカーブしちゃうところが、これがまっすぐ引けるようになるといいのかなと思います。はい、トップ。風明けということで珍しく呼吸が辛そうです。火曜日に、月曜日まで風で、火曜日にジョック、水曜日に804本、木曜日休んで金曜日ジョックをして、今日 2000m 一本で上海に向かいます。2分59。
はい、ラスト2。はい、ラストワンタイム。はい、ナイスペースよ。朝8時スタートということで結構体もまだきついかもしれません。はい、5分20、21、22、はい、設定6分ですのでぴったしぐらいです。ちょっと切るぐらい、ラスト100だけちょっと上げれるか試してみたいと思います。余裕はなさそうです。マーライト、ラスト100、ちょっとペースアップ、スパートトレーニング、スパートトレーニング、そうそうそう、ナイスナイス、あ、ナイスナイスナイス、よく上がった。はい、5分55。きついね、大丈夫大丈夫、きついね、今日トゥデイ1000メートルもうハーハーしてたね、きつい。モーニングモーニング、はい、トゥーモーニング、はい、あとトゥーデイしっかりレストして、はい、OK、はい、ジョグ、ハイペースジョグして、はい、あと流し OK、 大丈夫、頑張って、頑張ります、はい。入ってきちゃった。ごめん。You can do it.